こんにちは、ゆうです。バズワのお時間です。はい、今日無課金サバカシバリマルやっていきたいと思います。はい、これをね、撮る前にだと、なおこそ14時ぐらいからやったのかな、オーバーホール皆さんでゲットしようぜ配信、お付き合いください。ありがとうございました。なんかね、写真撮影会みたいになっててね、楽しかったですね。はい、無事にね、この前やった配信でシバリマルで1体で、前の初代メイン屋でまた1体落とせたんで、まあ、1配信で1個落ちたら、まあ、ええでしょうってね。黒メダルキャラがね。はい。僕もそのね、前回の動画ちょっと見てくださった方はご存知かと思いますが、オーバーホールでクエスト15クリアできますので、はい。ぜひぜひ皆さんもね、あれよかったらまたね、やろうかなと、まあ、時間とね、につけてやりたいと思ってますんで、ぜひぜひ皆さんもご参加ください。はい、それではね、今回はタイトルとサムネ見てもらったらわかりますように、おかわり。ヒロアカガチャでございますね。はい、しまいまる。はい、この画面で見せた方が分かりやすいですね。ヒロアカね、ちょっとね、お持ちというか、持ってるキャラ、しまいまるがね、ちょっと切り替えますね。はい、こんな感じなんですよね。こんな、武器もまあまあ作ってるっちゃ作ってるし、一応、オールフォーワンとか、トドロキくんじゃなくて、シンソウくんか、はい、とか持ってるので、はいはい。でもこんだけちょっとね、ヒロアカとかね、コラボキャラとかね、結構その後々ね、そのこのキャラ持っとけばよかったとかがあるので、それになんかシバリマルとかちょっと救われたりした時もあるので、やっぱりもうちょっとね引いときたいなと思いまして、それではヒーロー僕のヒーローアカデミアコラボ、再試験ね、再おかわり試験いきたいと思います。それではね、さあいきます。はい、こちらですね、この日のためにですね、はい、ログインスタンプ置いておりました。ログインスタンプからね、あれでしょ、今ってなんか出るんでしょ、なんか皆さんのタイムライン見てたら、ちょっと結構神引きしてはる方いらっしゃったんで、はい。僕も、ブルースウルトラしか知らないんですけどね。はい、ブルースウルトラ、あれこの前もね、ログインスタンプね、さあ、ナイトアイさん。予測を立てて先手を打つ。ごめんなさい、かぶせちゃった。すみません、出ちゃって、でも2体目なんでね、これ武器作れるんで、7コンボ強化に HP、指でしょ、もう指大好き人間なんで、はい、これはこれでその武器と素体が一体ずつなんで、いいでしょ、最高効果の弾にもなりますしね、はい、それではね、ユーザー情報、購入利益、無料配布21個、3回引きますね、あと2個、あと3個あればね、4回引けたんですけど、ちょっとたまらんくて、はい、3回にしておきます。はい、狙いはですね、ちょっとね、僕、黒いヒーローデクとか、はい、あとは、ちょっと、その、死柄木の新しいバージョンとかも欲しいですし、ちょっとね。あと、ベストジーニストとかもちょっと欲しいですね。はい。ミルコがどうやら強いらしいと。はい。あと、リリー・ナガンとか、まあ、新キャラがちょっと欲しいですね。でも、既存キャラでも僕、パップされたんで、はい。ちょっと欲しい。まあ、コラボは、お祭りですからね。ちょっとガチャ自体僕、お祭り気分で弾いてますけどね。芝居ならね、ダイヤね、今回ゼロなんですよ。つゆちゃんめっちゃ出るやん。で、このめっちゃ出たやつがね、積み重なったら月分2なんや。んで、ルーレット解除。これ結構ね、倍の。ルーレット解除できるよね、これ。潜在で。まあ。いいでしょ、OK。そうだね、2回目ですね。これゼロやね。グーや、2回目ですね。はい。はい、はい。私が、来た、おー来た、来た、ホークスかー、ホークスはね、ちょっと持ってましたね、やっぱり。いや、でもね、これ今話題になってるじゃないですか、五条さんのランダン、同じ声優さんなんで、はい、俺の出せる最高速度で、もう大好きな声優さんなんですよ。ガンダムの作品も結構出張って、で、これ1ターンだとこなして自分のダメージ上限値が76で、これ2ターン使えるってことはループできるってことですよね。まあ、それしてもいいし、列の圧縮でバリア、こっちは武器はまあ大丈夫かな。はいはい、最高交換の弾にほんまに交換の弾にしちゃうんですけどね、この前バーテンダーの赤オーディみたいにね。はい、それだ、今回はラスト、ちょっとね、今日はもう祝日ということで短い動画にさせていただきたいと思います。それだ、最後に出てくるのは、私が来た。そうそう。よし、来た。
ベストジーニスト、あ、これね、あの僕ね、ちょっとね、野良でね、そのマルチ潜った時にね、ベストジーニストなんかすんごかったんですよ。へえ、いやー、よかった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 。え、これあれでしょ、3回中じゃあ4回ダイヤ、あれかログインスタンプ合わせて4回中2回ダイヤ、いいっすね。ちょっと待って、これループキャラなんかですね。3体並べるとして、で自前で用意しないと次行かないと。動きが、あー、副属性水に質2ウェイスキブ2つで遅延でしょ。これなんかなんかね、そのなんかの新称号チャレンジとかでもなんか使われるんちゃうかな、新しい水キャラ、水 2A キャラとか出たら。はいはいはい、それでまあ一応結果振り返りましょうか。はいはい、こちらですね。はい、あの黒メダルの配信でね、今日ずっとね、あのオーバーホール降臨かやってたんで、それも全部交換も終わらせまして、それがまあ残っております。はい、ホークス抜いたらサーナイトはスーちゃん、ホークスベストジーニスト。あー、ダイヤが出たのでちょっと嬉しかったっすね。僕ずっとね、あの配信であのオーバーホールの金卵の音ポーンって音聞いてたんで、カシャンって音聞こえただけでもね、はい、ちょっと嬉しかったっすはい、それでこんな感じで今回はね、短い動画でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。はい、よろしければね、原画師イベントも始まるのかな。はい、原画師イベントのおすすめキャラとかも、はい、ヒロアカコラボか、ね、こちらの、はい、キャラとかね、おすすめ交換キャラとか、これはちょっと出してるでも交換した方がいいのかなとか、いいね、コメントとかいただけたらね、オールマイト、エンデバー。オールフォーワンは1点持ってるんですよね。はい。そこをちょっと交換した方がいいよっていう方ね。いらっしゃった、じゃあ、キャラが、いらっしゃいましたら、おすすめキャラとかいらっしゃいましたら、ありましたら、はい。何回かもね、はい。ぜひぜひ、ご紹介してくださると嬉しいです。はい。それでは、今回のお相手は私、ゆうでございました。皆さんも今日はお疲れ様でございました。それではね、バイバイ。